ストで簡単に DIY できるハロウィンコスプレを紹介したいと思います。9年ボルトして、これまず1個目、ピカチュウ。ピカチュウ、ピカチュウ。そしてあなたは今年はい、よし、じゃあやっていきましょうか。ピカピカ、ピカチュウ、ピカピカ、ピカチュウ、ピカチュウとポケモントレーナーサトシ。ピカチュウ、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 カホピカ接近中。出てこい、ピカチュウ。ピカチュウ、中断ボルト試練。着てるポケモントレーナー帽子に普通の洋服です。白 T に青のベスト、あと これが大事だね、ポケモンボールが。かほちゃんは黄色の T シャツに黒のタイトスカート、黄色の靴下に、これはいけるやつですね、ピカチュウの尻尾と。だったらやめてくれ、カホだよ
私はマショ。ヒヒヒヒ。レオタードに黒のスカート履いてますね。そして黒のショートブーツ、あとこの帽子だけはゲットしました。でもすごい安いやつ。そしてこのほうきは本当のほうきです。赤だったからここテープで巻いて黒にしてますね。あ、叩いてください。かわいいね。黒の洋服に帽子をかぶれば簡単に魔女になれると思います。ぼっちだぞ。これ超簡単です。白い布に目穴開けてるだけ。せいちゃんの目どこですか？ここです。かはちゃんの目どこですか？ここです。口が出てきた。鼻もこれも簡単な仮装ですね。ただ歩くとき結構危ないので気をつけなきゃいけない。電気をつけてリボンをつけただけです。結構でも重たいんだよね。重たいよ。電気が重たい。とても可愛いクラゲで簡単でおすすめです。赤ずきんと狼男だよ。にゃね、あとカゴを持っただけ。それだけで赤ずきんちゃんになります。そしてせいちゃんのいつもの洋服にこの耳と手と尻尾見して。そして鼻とひげだけつけましたよ。白いもういらなくなった洋服に綿をスプレーのピンクのペイントでシュッてして、それが乾いたやつをグルーガンでバーってつけていっただけです。頭はそれに紙でリボンをつけて。ちょっとねモコモコしすぎちゃったね。これ